こんにちは、劇団スカッシュでーす。スカッシュさん、ごめんなさい、お願いします。すいません、お願いします。スカッシュさん、実は私、どっかで喋ってるよ、お前。声が聞こえてくるんですか。カメラの向こう側から喋らせてもらってます。ちょっと画角から外れるのやめてもらっていいですか。実は僕、あのとある会社の新入社会人なんですけど。会社の案件か、これは。案件じゃないです、ごめんなさい。忘年会があるんですけれども、うちの会社はあの伝統的に新入社員が忘年会を取り仕切るっていう風になってるんです。トネタを絶対用意しなきゃいけないのに、それどうやったらいいか分かんなくて、ガスカッシュさんっていうのはあの生で見せるエンターテインメントのプロだと思ってってるんで、できたら、いや生で見せたらバンになるぞ。いや違う、生は忘年会のネタをね、あの3つほど考えたんですけど、結局どれがいいかっていう判断がつかないんです。ということで、助けてスカッシュさん、忘年会のネタが決まらない。1個目、あのちょっと会社のあの先輩にちょっと聞いたら、なんか流行りの芸人さんの芸をやると、あの結構ウケるよっていうことを聞いたんで、ちょっとそれあの流行りって言っていいんですかね。まあ今ちょうど来てるからね。まあまあ確かにね、今年はこれかなと思って、ちょっとお三方にやってもらいたいのが TT 兄弟をやってください。なんでさ、はいはい、俺のネタをパクられたものをやらなきゃいけないの。パクられたネタをなんで俺がもう一回逆輸入しなきゃいけないの。TT 兄弟はだって俺が今日は T を生み出してさ、そう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 、でそっから今日も TTTT とかやって多分やってやってたんだ。どっから行きます？何でもいいよ。じゃあそのユニクロの服にも T が隠れてるかもしれない。じゃあ T を探してみよう。どこにあるかな、どこにあるかな、ここだ。T今日はティー。やべ、オリジナリティ。What's you? オリジナリティやりすぎて多分会社の人には届かない。この服にティーを探そうなんていうのはないんだよ。え、何でもいけるって言うか。そんなのないんだよ。あ、オリジナルでは。もしかして怒った時のティーがあるのかな、もしかして。オリジナルって本当に殴れた。家で帰ってきて、疲れて帰ってきて、ご飯作ろうかなーっていう時のTを探してみよう。あー、疲れた。ビールだもん。え？おい。お？どうすか？ねえじゃん。ビールがない。ビールがない。え、どこ？お？一歩が見えない。どこってどこだ？おー、進んだ。どこってどういうこと？どこにあるの？あ、ビール。あ、なるほど、なるほど。ここにない。どこだよ。あったー。こっちだった。どうですか、やってみて。うん、が馴染まないな。いや、やっぱ二人じゃなきゃダメだね、これ。兄弟のところで、うん、一緒にやってください。勢いがやっぱ出てこないと。雨が降ってきて、うん、老人が、あの傘を持ってなくて、うん、すごい溺死しそうになっちゃってると。水たまりに溜まって。どういうこと？で、それを助けてあげようとした時の T。なるほど。そんなの見たことない。ザー。おかゆ。あー、大変だ。おじいさんが水たまりで水浸しになってしまっている。おじいさん大丈夫ですか？いておじいさんちょっと今からちょっと僕が水の中から救ってあげますから。ありがとう。おじいさん優しい。もしかして受けるぞっていうの書いてあって、忘年会で、はい、例えばで言うと、うん、一目惚れしてしまった時の顔、3219みたいなやつ、 あれがなんか盛り上がるんだっていう風に聞いたんで、顔を隠してもらって3219で出すみたいな。そうなんか恥ずかしいとかいう女子とか見たりするじゃん、はいはい、で、あの感情も忘れちゃったから、恥ずかしいってどういう感情なんだろうって最近思ってきてる。本当に恥ずかしい気持ちに なれるようなお題ちょうだい。その気持ちになりたいから。うんこが漏れちゃった時の顔か。いきますよ、3219。リアルすぎて笑えないの。全身から緊張感出ちゃって。続きまして、一目惚れして後をつけていった行って、声をかけようと思った瞬間にめっちゃ怖い彼氏が出てきた時の顔。
3219見てないです。いや、何だよこのゲーム。これ盛り上がるって書いてあったんですよ。盛り上がる、盛り上がって、盛り上がって。これ最初に言ったけど、続きましてシリーズは絶対やめた方がいいと思う。え、なんで？この一人目がさ受けて、うん、次何やんだろうってなってくから、ハードルがどんどん上がっちゃうんだけど、もう俺は表情硬いと思う。朝起きて気がついたら口がめっちゃ臭い時の顔を、いきます。はい、3、2、1、キュッ。設定がさ、確かにね、かわいそうだった。今の俺心は開いてたけど、一人だったのか恋人といたのか、ハードルって言われてもちょっとお題の方が難しいんすよ。次俺行くから、ちゃんと処理してからやってよ。最後に一回やして。ああ、はい。なんで、なんか自信があるやつがあるんですよ。ちょうど入って、じゃあ100円拾ったと思ったら1円だった時の顔。 OK、 3、2、1、ガン。さっきと一緒じゃねえか。うんこした時の顔と一緒じゃねえか。下まま拾ってんじゃん。最後のゲームはこれもインターネットの方にあったんですけど、ジェスチャーゲームっていうのが盛り上がるぞっていう風に聞きまして、ジェスチャーする人と当てる人に分かれた方がいいっていうことなんで。なるほど。この3人の中でジェスチャー得意な方って誰ですか。はい、まあ全員か。当てるのが得意な人は誰ですか。もう、ああ、ちょっと苦手。ああ、じゃあ、あの人がジェスチャーやな。そういうこと。じゃあ、ちょっと待って、中田さん。得意。達也さんにジェスチャー係をやらせてもらって、お二人がじゃあ達也さんの方を向いてもらって、ジェスチャーの方、ジェスチャーゲームの方はこちらに用意させていただきましたので、はい、お題はポン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 いきます。はい、こちらはそれ見ちゃいけない。そう。問題は20問しか用意されておりません。めっちゃあるやん。はい。王貞治。違う、バットだ。あ、え、あ、バット。まあ、こんな感じでジャンルを絞らないと答えが無限になってしまうと思うので、今回は劇団スカッシュにまつわる言葉っていうので用意させていただきました。あいつセンスないんだよ。それではもう早速参りましょうかね。1分間の制限時間を計りますんで少々お待ちください。はい、体温めておいてくださいね。ほっほっほっ、 T じゃねえ。じゃあいきます。はい、助けてスカッシュさん、ジェスチャーゲーム用意。音楽ある？後でつけます、それは。あ、今乗れねえな。練習のこと知らねえのかよ。用意スタート。あ、しまったか。正解、皆さん正解。君平等でしかるべき。正解。タイトルだった。ラブミーデンタリー。正解。サラリーマン踊る。おなんだ、違う。あ、ブルー。正解。いけたな、これはいけた。あ、それは秒速ドリーマー。正解。これはどういう、パスですか。これはどういう表現。パスサラリーマン踊る。正解。いけるかな、これいけるかな。なんだろう、俺には伝わってる。何か思って、おお。何か思って、はい、終了。どうでした最後のジェスチャーゲーム。この1年間の、はい、あの会社の業績を振り返るみたいな感じで、これ結構盛り上がるんじゃないかなと思ってやってみてもらいました。会社内は会社内は盛り上がるかもね。会社といえば会社内は、いや、それが目的なんですけど。でもこれが会社外に出るんでしょ。だって今日の動画は、え、今日の動画は、まあ動画は、社外に出るでしょ。動画は、はいはい、動画はそれが出ちゃったら俺たちとしては立つ手がないじゃん。それだよ。なんで、まあ、言葉は包み隠さずに言うと傷つくじゃん。え、傷ついたんすか、このいや、じゃあ分かった、じゃあやってみなよ、第一人で。そう、うん、そう、傷つくかどうか、そっから分かんないでしょ。それはいいよ。全部やってもらうんだけど、まずどれからやりたいっていう。いや、やりたくないです。じゃあ、じゃあ顔からだ。可愛い新社会人がいるって友達に言われて見に行ったら、うん、顔がラクダだった時の第一の、うん、第一のリアクション。はい、ラクダね。はい、はい、じゃあ行きます。3、2、1。
もう普通じゃん。じゃあそのラクダ、自分もラクダ、そう、自分もラクダを見てラクダになっちゃったわ。自分もラクダになっちゃったわ。食も一緒ですよっていう、そのそのアピールをしたって。そうそう、じゃあいきます。3、2、1。難しいか。じゃあそろそろ、じゃあもう TT 兄弟だ。検討室でいじめられてる時に、他の OL さんにいじめられてる時に出ちゃう T。 よーい、スタート。すみません、すみません、どうしても茶柱が立たなくて。熱っ、痛っ。トトカさんだ。やめてください。ちょっと、OL の女の人と喋ってたら、机を挟んで、机を挟んで、そしたら足で股間を OL の社員が触ってきた時の T。 なるほど、そういう意味して。よーい、スタート。君はいつも可愛い T。 今触ったよ。あとはジェスチャーゲームだけで終わりでいいから、ね、最後の、はい、よーい、スタート。うんこです。うんこ出ちゃって、やだやだ、おかしい、やだやだおやっす、やだやだ。おなら診療所だ。さっきのおなら診療所。あー、サイクリング楽しいな。熱い。サイクリング、サイクリング楽しいな。あー、やばい、跳ねてきた。雨降ってきた、大変だ。あ、チャリの旅の、箱根の旅の、お前だ、これはお前だ。シューティングスター、正解。達長、正解。いや、ケンちゃんが好き。ああ、なんだ。お、竹馬兄弟だ。竹馬兄弟か。竹磯、マラソン。伊藤信。あ、給水所で食べてマラソンだ。マラソン。ってことは？箱根？それも。マラソン。マラソン。大阪の旅。正解。ああ、すげえ。お前は読書家だ。嘘つけ。そんなシーンなかったです。もうない。なんだ、ヒュン。お、あ、これはあれだ、マカンコウサッポー、これは楽チェンペイ。あ、すごい。あ、ボヨヨヨヨヨヨヨ。しかもそれじゃねえんだよ。ブラジャーズ。あ、正解。イエーイ、盛り上がったということで、忘年会のおすすめネタ3つほどやらさせていただきました。はい、新入社員の方に忘年会でネタ作りをさせるとかっていうことは、上司とのコミュニケーションを取るためだったりとか、ああ、こいつには仕事任せても大丈夫かな、どうかなっていうのを測るためだったりとかするみたいなんで、ちゃんと最後までやりきるっていうことが大事かなと思うので、面白くなくてもいいんですよ。そういう動画になればいいかなと思いました。皆さんはなんかおすすめのとかありましたか？まあ顔のやつはさ、かなり近くで見てもらえる。そうなんだ。そうか、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 そうか。だからもう、まかりメスみたいなとこだったら、俺やった、やった。お前、どこ勤めるの？円卓ぐらいの、ちっちゃい。はいはいはい。の忘年会だったら、規模がね、できるかもしれないけど。美女と二人の忘年会だったら、俺もこれがいいよ、これ、これ。で、美女で、顔が近いから。こんな顔だよ、俺。俺が一番楽しかったのは、やっぱ顔ゲームだね。顔ゲーム。顔ゲームかな。でも俺は TT かな。意外とね、やっぱ盛り上がる。いや、俺がウケると思うの。俺結局ね、その分かりやすいからね、テンプレがあるから。で、台本作っておけるから、大体上司と部下の中で盛り上がってる話題ってあるじゃん。絶対鉄板のさ、あの人のそこ言っちゃダメでしょみたいな。ああ、何々部長の T とか。そうそうそう、部長がもうディスってんだけど褒めてるみたいなネタ。あ、そうそう、部長が入ってるのは T
キバーンみたいな。それ受けそう。一気に凍りつくよそんな。ということで皆さんも楽しい忘年会を過ごしてください。そう、ただね、俺は会社の人にしか受けないギャグっていうのは、うん、でやだ俺は。いや見ながら、うん、いや俺は私は笑ったよ。それが全てなんですよ。それが全てなんですよ。私は笑ったけど、それをいっぱいで持ってってみなさいよ。え、みんなわかんないよ、そんなギャグ。いや、そうでしょう。でも、そうでしょう。社内向けなんですけど、忘年会ということで。いや、でも上目指していこうよ。上、あ、こう、芸能プロジェクト。そうなっちゃう。そうなっちゃう。そうそうそう。なんかさ、最後にネッシーっていうギャグ見せなかったっけ。チンコ。こうだった。お、もしかして。じゃあケイちゃんが、じゃあ喉乾いた。喉乾いた。二人でやったとして。じゃあどいてどいて。二人でやって、喉乾いて、俺も喉乾いた。お前の血を吸わせてくれ。お前元気出せ元気出せ。で、ケイちゃんもこうなって、H